なるお。はい、なるおでございます。3月29日、現在8時48分でございます。はい、緊急で動画撮っております。なんとですね、今日、ヒラメの釣果が2つほど届いております。はい、2名様からね、今回、釣果の方をいただきました。いよいよね、あと2日で3月も終わりになります。いよいよ4月ということでね、本当に春ヒラメのシーズンがね、来ているのかなというふうに、まあ、思います。はい、まさか平日でね、届くとは思いませんでした。ということで、早速ね、ご紹介していきたいと思います。はい、まずお一人目、エントリーナンバー6番。はい、当選様、釣れた場所が仙台サークで、ヒラメのサイズが37センチ。ヒットルアーがフラット雑巾のジグヘッドにメガバスのワムということで、はい、ワムで釣られたようですね。ちょっとね、残念ながら、ヒラメサイズまで3センチ届かなかったんですけども、まあ、仙台サークでもね、釣れたということで、はい、なかなか私も仙台サーク通ってますけども、なかなかちょっと釣果に結びつかない中、しっかりと仙台サークで釣られて本当におめでとうございますね。私はもう18回通ってね、唯一釣ったのは七北田川の格好で手のひらサイズのカレーでございますから、はい、ということでね、まあね、釣らないよりはソンゲサイズでも釣っただけすごいですよ。本当にもう釣らない人間よりよっぽど立派ですからね。もう誇りに思ってください。もう自信持ってくださいね、当選様は。はい、あと当選様にはね、宛先と宛名ね、ちょっと教えていただいたんで、後ほどステッカーの方をお送りさせていただきますので、お待ちくださいませ。あとね、前回ご紹介した方々にはステッカーの方発送しておりますので、後ほど届くと思いますので、お待ちいただければなというふうに思います。あと石川さんもね、そのうち会うんで手渡しで、はい、ステッカーをお渡ししますので、はい、ということでね、まずお一人目がね、当選様が、はい、仙台サークで釣られたということでね、ちょっと俺も明日ちょっと仕事終わりね、ちょっと少し夕方時間あるから、まあ仙台サーク行ってみようかなってはちょっと思ってたんでね、うん、この間煙突前行ったから、多分今日は、まあ、明日は6キロあたりかな多分、うん、釣れればいいけど、いつもの6キロですよ。はい、ということで本当におめでとうございました。はい、ということで次ね、お二人目いきます。はい、こちら、はい、エントリーナンバー3番、元様、今回は顔出しですね。前回ね、持ってる写真忘れましたということでね。はい、今回はね、メジャーシートじゃなくて、スケールで、はい、ね、測量ということで、ヒラメのサイズが64センチですね。ちょっとね、スケールなんて見づらいんでね、尻尾のサイズの画像もなんかね、拡大でご丁寧に上げてくださいました。はい、こちらですね。はい、ということで64センチですよということで、はい、いただきました。はい、それで釣れた場所がですけども、こちらが伸びる海岸ですね。はい、伸びる海岸で釣れたということで、まあ、ハウルの3インチですね。もう口にかかってるのね、映ってますけども、ハウル3インチピンクですね。はい、ということで、前回もハウルで釣られて、今回もね、またハウルでということで、伸びる海岸で このサイズいけんだみたいな。ちょっとね、バックの背景とか見ると、多分これ、おそらくですけど、ほぼほぼこれ、ヒラメ乗せてとこが石畳なんで、もう河口のところのすぐサークですよね、多分もうこれ、うん、ほぼ成瀬川の河口の流れ込みのところでやってると思うんですよ、これ。あそこ根掛かりしないかなね。え、いや、もうあそこで釣れてる、多分前回もそうでしょうからね。うん、俺たちはいつも伸びる海岸どっちかっていうと海水浴場側の方面でやるので、まるっきり正反対側の方でやってるんだろうね、これね。あっちだとどっちいつも河口しかいらないからね。まあ成瀬川の河口に関してはほぼほぼもう苦い思いでしかございませんので、ね、私の苦い思いでね、見たい方は伸びる海岸でね、来て成瀬川の河口の動画見ていただければ、はい、もう根がかりまずりですから、私はそこで行くと。はい、ということでね、伸びる海岸で64センチ、ちなみにこれも暫定1です今。はい、トップ入れ替わりましたからね。ずっとね、トップを守って山本さんがなんと2位に転落ということで、はい、ねえもう伸びる海岸に通うんじゃない、通うしかないんじゃないでしょうか。ちょっと伸びるもね、まだ今年まだ
見には行きましたけど、まだやってはないんで、こっちの加古川サークってまだ俺あんまやったことないもんね。どっちかっていうと、まあ加古でそのままやっちゃう感じなんでね。うちのね、まあサロンメンバーでもね、あっち伸び、鳴瀬川の加古とかに伸びるホームにしてるあの三浦さんとかいますんで、まあそろそろ仕事も忙しいんでちょっとなかなか釣り行けてないと思いますけども、まあ、そろそろまあ動き出すんじゃないかなと思いますけどもね。え、いや伸びるでこのサイズ出るんだねえ。64でしょ、もうほぼほぼあぶくまで釣れるサイズですよこれも。いやこれは本当におめでとうございます。元様に関しましては前回もね54センチで2位だったんですけども、今回ねこれを釣って見事に1位と3位ランクインしてますんで、まあ今回はね本当にもう1位3位、まあこれでねもう1枚釣ったらもう1、2、3独占の上に数釣り賞もね、もう総なめでねなりますからね元様ね。はい、今のところ数釣りに関してはね、のんのんさんがね、2枚釣ってましたけども、まあ、ここで元さん、まあ、もうね並んで2枚ということで、まあ、2枚超過がね、お二方いる状態になりましたね。はい、ということでね、まあ、超過の方も、まあ、ランキング的に出すとこういう感じですね。とりあえず11超過まで、はい、もう揃いましたね。一応3月で、まあ、ここまで、まあ、超過まあ集まったなって感じですね。まあどうしてもね3月序盤はねなかなか超過なかったですけど、まあ後半に来てどんどんと超過の方出てきましたんで、まあやっとリモートフィッシングっぽいようなね感じになってきたかなというふうに思います。まあ今からどんどんね、超過の方も出てくると思いますんで、まあ本当に今週末ね。多分2日、3日かな、その辺あたり多分多くの方がね多分天気いいのかな、あれだけど、まあ行かれる方いるんじゃないですか。先週も結構ね仙台サークで15人くらい入ってたっていう風にも言ってたんで、はい、ということで今回ついにトップが入れ替わり1位3位をどねランクインしてしまうというね、はい、元様伸びる海岸です。皆さん伸びる海岸です。はい、ということでね、前回は阿武隈川の河口がね結構ねランクインしてきましたけど、今回は伸びる海岸が熱いということで伸びる海岸に人集中するんじゃないですか。はい、ということで、はい、私に超過を紹介してほしい方、ステッカー欲しい方は頑張って、ね、ヒラメの方を釣って送っていただければなというふうに、はい、思います。間違ってね下ヒラメなんて送ってこないでくださいね。下ヒラメも立派なヒラメですよねなんて送ってこす人はたまにいますけど、はい、ヒラメ損益だけです。下ヒラメはねお笑い賞的な感じで紹介しますけど、ランクには載せませんからね。はい、ということで今回は、まあ、こういう形で2名様からの通過いただき、ついにランキングの方も動いてきました。はい、ということでね、でかいサイズを狙うのか最小サイズを狙うのか数釣りを狙うのか、まあ、その辺はね、はい、皆様の、かかってますんで、はい、ね、ぜひ盛り上がって来ましたんで、はい、ぜひね1枚と言わず2枚3枚とどんどん超過の方をご報告いただけたらなというふうに思っております。はい、今回はこういう形でね、超過速報の方をお届けいたしました。ハローでした。明日は仙台サーフに行きます。